マスター・オブ・ガーデン。貴様らをチョコのように甘やかす気はない。貴様の愛がどれほどか見せてみろ。シャドウ様、こんなところで一体何を。いえ、失礼いたしました。シャドウ様がここにいるということは例の件ですね。ならば黙って付き従うのに。不肖ラムダ、どこまでも誠心誠意お供しましょう。何なりとご命令を。さあ、イエスサー。まさかまたこの顔ぶれでキッチンに立つことになるとは。悪いわねラムダ。あなたにチョコ作りを手伝ってもらったと話したら、みんなが食べたいと言い出してしまって。あのシャドウ様も満足させたとのことですからね。気持ちはわかります。ただ今回はアルファ様の手伝いじゃなくてラムダがメインで作るんだよね。責任重大だ。そうは言っても作るのは前と同じチョコだろ。手順は同じだし、そこまで苦労はしないんじゃないか。その考えは甘すぎる。貴様は菓子作りの何たるかを分かっていないな。一般の料理とは違い、菓子作りにおいて重要なのは緻密な計量だ。故に何度目であっても油断してはならない。ええ、そうね。砂糖の一粒であってもレシピに忠実に、でしょ。はい、熟練の菓子職人が考案した分量こそ正道です。ラムダの口からそんな言葉が出るとは驚きだよね。驚きだと？大雑把そうとでも言いたいのか。いえ、むしろ感心してるんじゃないかしら。ああ、料理も細かい菓子作りもできるなんて素直に尊敬するよ。それも軍人としての技術の一環だ。もともと栄養管理やサバイバル時の料理も学んでいる。まあ今回のチョコ作りのため新しい知識を頭に叩き込みはしたがな。でも学んだ知識をこうもすぐ活かせるなんて、やっぱり器用なのね。努力家な上に新たな知識を生かそうとする柔軟さも備えている。そんな人材が教官を担ってくれるのだから、シャドウガーデンは恵まれてるわね。恐縮です。しかしこの程度は努力のうちに入りませんよ。そんなに謙遜しなくてもいいだろう。実際この前のチョコだってすごく美味しかったんだし、料理がうまいのは本当のことじゃないか。しかしそういえば私も訓練兵時代にラムダの料理を食べたことがあったわ。訓練中に倒れてしまった時かしら。目を覚ますとベッドの傍らに美味しそうな食事が。おい、急に昔の話を持ち出すんじゃない。そんなことが私も食べてみたいわ。きっと心のこもった美味しい料理なんでしょうね。アルファ様まで。ご容赦ください。けどその腕前は誇っていいはずよ。大丈夫、イプシロンのお墨付きもあるんだから。お言葉ですが、そう言っていただけるのは光栄で嬉しいです。しかし褒められすぎるのはたまにはいいじゃない。いつも頑張ってくれているのは知ってるけど、面と向かって褒める機会はそうないもの。言いたいことならまだまだあるわ。例えば今日の格好、本当によく似合っているわよ。私も同じことを思っていました。普段とは違う可愛らしい面がよく出ていると思います。分かってるね、カイ。
ラムだって実は可愛い人なんだよ。訓練兵の前ではあえて隠しているのよね。でも私たちの前ではこういう面もたまに見せてくれて。貴様らふざけすぎだぞ。おっと、少し褒めすぎたみたいだ。私としたことが引き際を間違えたか。あなたたち調子に乗りすぎよ。いくらラムダが可愛いからって。アルファ様が一番悪乗りしていらっしゃいますね。気持ちはわかりますが。貴様らいい加減にしろー。